まあ、おしまいって言うとちょっと悲しくなるよね。うん、ちょっと悲しくなっちゃう。あ、寝てた方が冴えたな。あ、腰も痛いし。今日は立ってやった方がいい日だな。お店かけて寝ちゃう。寝ながら飲み物飲むと、あんまり水が入ってこないでほしいなと願う期間に入ってしまうと。それがこの世の通説ですよねって。何言ってるんですか、あなたは。うんちですか。あ、そうだ、フィンガークリップだ。え、嘘です、フィンガークリップじゃないです。あの、マネークリップです。いやー、マネクリ軽くていいわって思ったけど、もう札でいいだろ、ただの。なんかラファエルさんのすごいよね。ラファエルさんのあのマネクリップ、マックリはすごいよね。なんか竜王みたいな。インスタグラムにあるかな。あー、大丈夫かな。足のね、股の黒い部分が出なきゃいいんだよ。うん、もうなんかもう天井落とすだけでいいよな。あー、腹立つ。一から振り出した。ちょっと薬注入しようかな。ああ、やべえやつのセリフじゃな。お、バカマネークリップだ。バカって言うね。いや、でもラファエルさん直々にマネークリップ使ったやつはバカですからねみたいなこと言ってるし。あー、背中書きがないな。あ、多分隙間に落ちてるんだ、背中書き。あ、もううざいな、こいつ。テレビが邪魔だな。ごめんな、邪魔って言ってごめんな。うん、いや、まあ、物にもね、こうやってごめんねって言わなきゃダメだと思う。うん、やっぱごめんねって言わなきゃダメだよ。うん、と言いつつね、ごめんねって言ってないものができて、格差ができてしまうと。そうなった時どうすんの。シャン。もうね、隙間マンなんだよな。隙間産業って何ですか。うんちですか。いい質問だね。言いたくなっちゃうよね。コンソメ、コンソメ、コンソメ、コンソメチンパンジー。どうよみんな、今の面白かったでしょ。え、面白くない。え、そうやってさ、言っていいことと悪いことあるね。そうなんだろうな、善悪の区別ついてない、それダメじゃないの。いや、マジ意味わかんないな。はい、テレビどかします。うんち。あ、大丈夫？くそ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 、あ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 、くだらねえとつぶやいただけ、冷めた面して、はあ、みんななんか来ると思ったでしょ。来ないんでね、それけ。まあね、もういいよ、俺どんどん緩くなっていくな、ゆるゆるだと。うわ、どんどん、あ、ピカールが、ピカール叩きつけちゃダメなタイプだろ、お前なあ。うわ、コードがすごいな。俺は何しようかな。あ、明らかにピカールがなんか飛ばしてきやがった。うん、よどんだ空気、それか悪霊が口の中入ったか。くそ。うわ、ダメだ、自己暗示にかかってしまった。暗示いい感じ、うんちプリプリ。うわ、それゴミがすごいな。もうすごいしか言えねえ。はい、おしっこ行ってきます。何かすることないかな、俺が。まあ、あることしかないけど、いいや。めんどくさいし。
ごめん、乱暴すぎるな、さすがに。むちゃくちゃ蹴った。むちゃくちゃ蹴ったよ。あんなにね、あ、物にごめんねとか言わなきゃとか言ってる人がね、まあ、これが俺のね、真実でございますわ。お、お前ら見つけたぞ。おならまーい。まーい、まーい、おならまーい。あのね、ベッドの隙間に落ちてた。あ、爪切んなきゃな。超爪かゆい。あー気持ちいい。あー今いい気持ちだから、いい気持ちだな、気持ちいいなって感情だ。あー気持ちいいな、気持ちいいっていうか、ゴリゴリやってるだけなんだけどさ、風呂に入るって感じでな。うるさいぞザマス。いや、不潔なやつがザマスって言葉使うな。なあ、不潔なやつがザマス使うって面白いね。いや、そのなんかね、ザマス使うやつは大体まあね、スネ夫のお母さんしかいないと思うんですけど、あーテレビがね、一個向こうに行ったんで、すっきり。ここね、ここ直そうとするとね、隙間が余計開くんですよ。これこれ、あーほら、この隙間ね、チュン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 って開いて、どうします？いや、ちょっと驚かしに来たよね。それで驚いちゃった人、本当にね、どうしようかな、手合わせちゃおうかな。でーん、3, 2, 1。いや、ここでね、裏拍手みたいなのしたらね、危ないなと思って。もうね、ムカつくわ、水溜りボンド、怖いのばっか出すんの、もうやめてほしいよ、もう。やばいな、やばいっしょ、やっちゃえ日産。やっちゃえ日産ってみんな言うからな。いや、超かゆいな足が。お風呂入んなきゃな。頭もかゆいし、へそがむちゃくちゃ臭いんだよね。へそが超臭いで、なんかまあまあ、ケツの穴の上になんかまあ尻尾がついてたのあるじゃないですか。まあ俺多分尻尾が入ってたんだろうなって穴があるじゃん。そこもそこそこ臭いね。でもなんだな、へそが臭すぎるんだよ。なんでへそが臭くなるんだ。いや、もう徹底解明していこうぜ、ほんとに。なんで、なんで臭くなるのかな、どういうこっちゃね。むっちゃ臭い俺のへそ、ほんと臭い。やっぱデブのへそは臭いんだな、結論。もうそれでええわ。とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰る道、あははと笑えればってね、うんって言ったのね、ごまかしました。ごまかしちゃったぜ、もう人生ごまかしにごまかしてますから。マスカラつけて、おいシャコー。今のはね、あのダジャレを言おうとするとね、声帯をギュッて潰されるね、世界線のお話です。世界線の映像の一部はちょっと皆さんにね、あの脳内に直接ではなくね、まあまあまあ、この電子機器を通して、まあ見せてみましたって言ってるとこ、ここ撮ったらどう思いますか。ほんとちょっと地獄絵図だなと思って、ちょっとね、まあ俺はまあバババンとか、ここ撮らなきゃいけないかなって適当に想像したらね、ワオってなってた。ワオのここがね、ほら、アオって。いや、もうわかんないでしょ、そんな。いや、わかる。お前、その元ネタわかんないでしょの、わかんないでしょ、今の若い子みたいなね、ノリで言うけど、違うんですよ、そのね。まあみんなわかるか。切れ端あるじゃん。切れ端がここ、こうやったらなんか痛そうじゃん。切れ端、画面の切れ端がね、アオってなっちゃうじゃん。嫌じゃんって話。もう、精神病だからな、普通に。普通に俺、統合失調症だから。でもなんかね、超軽度なんだよ。ライト統合失調症なのか、俺の理性が強すぎて、理性や正義感が強すぎて、むちゃくちゃ抑えてくれてるの、俺の統合失調症。どんな問題？いや、ダメです。超ストレスになっちゃうからな。あ、薬飲もうかな。もう俺も統合失調症ってことにして。そうしようかな。楽になんのかな。いや、楽って安楽死の方じゃなくて。楽になんなら飲もうかな。なんかもやもやすんだよな。あ、さっき、いや、今の雨か。雨降ってんだよな。これね、閉めるよ。閉まっちゃった。閉まってほしかったんだけど。あ、眠い。眠気に負けちゃうよ、ボクシー。
パクパクチンパクチンパクパクチンパクチン、鼻くそほじって投げたらよく飛ぶ、そしてフレンドいなくなった、あなたが私にくれたもの、愛情。はい、ちょっとね、酔った人のギャグみたいになっちゃいましたけど、まあ僕は全然正常です。もうね、どれくらい正常かっていうと、まあ、正常のトップが正常石だとするじゃないですか。で、まあ一番下なんかな、まあ分布ぐちゃがまだとしたら、今俺は本当にね、まさに、キングオブキングです。はい、なんの拳で当てて、光で当てて、この眉のここの眉間のとこの暗い影をもう消し飛ばしてって、いや、もっと中央でやれよ、面白いんだから画面気にしてないよね。いや、コンビでやってんのかよ、うん、俺だよみたいなね、いや、編集技術があればいいんですか、俺だよってね、今のやめよ、本当に危ない、想像力がやばいんだ俺は。え、そうね、怖いじゃん、そう、本当にね、急に現れてさ、俺だぜ相棒みたいな感じでね、お前は俺の相棒ってね誰だっけって言おうと思ったけど、あれ寒いじゃん、お前は誰だっけみたいなさ、あれも超寒いじゃん、はっきり言って、はっきりきりまきりまきりきりまーい。いや、今のも相当寒いんでやめます。お手上げでござんす。